はい、どうもこんにちは。クラロワ運営も新カード出すな。はい、ということでね、今回も動画撮っていくんですけども、今回ですね、こちらのユタさんという方がね作ったデッキ、ユタさんバルーンっていうのがツイッターの方で回ってきてね、まあちょっと面白そうだなって思って使ってみようかなって思います。で、ドリルレベル上げてね、マルチの方行きたいと思います。レッツゴー。7000からですね。前回のバルーン、ボムバルで7000行くまでっていう動画の続きになりますね、今回は。ユタさんかわかんないですけどね、なんかちょっとね、プチ援助みたいにしててね、なんでって思ったけど、まあまあまあ、シンプルにね、ちょっと使ってみようかなって思います。まあ、ドリルが強いっていうのと、シンプルにね。で、ダックプリも環境的に合ってる。まあ、言うならば、ペッカがどうなんだろうって感じなんだけど、まあ、エレジャイにも強いし、ペッカは。で、ランバーもいるから火力があって、ランバルっていう形はやっぱり強くて、で、雪玉とトルネっていう形もまあ強いんでね。で、まあ最悪施設プラストルネがあるんで、そのドリルプラスのトルネでなんか来たら金キロとかももちろんできるから、まあ弱くはないなって感じですね、絶対に。いや、ただね、こういうね、コウモリちゃんがマジできついね。いや、これ、ガチか、それ捨ててくんのか。いやー、これどうしよっかなー。いやー、これマジむずいね。むずいっすね。めっちゃむずいね、これ。範囲攻撃でなんとかなんねえかな。なんとかなりそうっすね。いや、なんてないんだけど、これで十分だと思います。いやー、なるほどね。すごいデッキだなさあ、これエリクサーないはずで、コウモリも切ってるから、おそらく守れないはず。オッケー。ただ、昨年のコウモリが出てきて。いや、これ、2匹出てくるけど、多分バルーン2発。うわー、待って、雪玉か。オッケー、一発入んならいいや。で、エリクサーないから、ジャイつけれないと思うんで。あー、でもな、ランバー咲くか。オッケー。それ美味しいね。いや、タワー頑張れ。いやー、マジか。いやー、これに雪玉使うの違うからな、ちょっと。スキアミ出してくるかな。OK、トルネはまあ腐るんで、ボーラー出してきたらうざい。いやー、ガチか。守ってくんのめんどくさいね。まあ、エレキから行こうか。どっち？マジっすか？これでいいんじゃない？え、なんかめっちゃ入ってね。え、なんでそんな削られてんの？どういうこと？どういうこと？なんかめっちゃ削られたな。スキアミか。いや、スケルトン部隊きついな。ガチできついっすね、スケルトン部隊が。いや、これ落とせるけどさ。え、どうなんだろう。あ、防衛スキル打ってるわ。結構きつそうですね、相手。だいぶきつそう。もう一発。お、ペンカ強いね、いいね。いや、ここのカウンターえぐいな、でも。難しいですね。ジャイが来るかな？さあ来ない。エレキいいね、エレキ。で、また、この今相手が、お、これ買ったんじゃない？体育ないでしょ、相手。オッケー、回してますね、コウモリを。これで回ったけど、雪玉打てば一発入るんじゃない？オッケー。さあ一発入った。いやー、ただきついね。いや、待って。強い。え、強すぎ。何してんの？うわ、攻めちゃダメだったかな。あ、攻めちゃダメだったかもしれない。うわ、ガチか、やばい。いや、終わったくせ。いや、ガチか、きつい。いや、厳しいな、なんか。いや、きついな。なんだ、これ。いや、これきついな。むずいっすね。めっちゃむずいな。スペルがちょっとなんかな、微妙やな。俺とは合わないな、このスペルたちが。難しい。いや、来た。なんでだよ。なんでだよ。やりますか？ボムバルですね、おそらく。ケツペッカしちゃおう。いやー。いや、
やだなぁ。いやだけどいいや、動画出そう。これ、動画のサムネにしよう。天空当たりましたってやろう。よいしょ。いやー、もう、万人ですね、万人。天空で一番強い、多分。くそー。初めて当たったな。初めてですね。何に初めて当たったわ。さあ、ドリル行って。今頃、うわ、ドリル使ってるよって言ってますね。いや、ゴブリン強っ。ガチか。そんな溶かすのやばいな。最後、完結ペッカ行こう。雪玉切ってるんでね。エレキで多分守れるんで、バルーンは。いやー、マスケットなー。いや、ボム裂いてくれたらなー。アイゴレ切ってないっけ？切ってないな、多分。あ、切ってないんだよね。ボム切ってくんねえかな。うわ、ガチか。ここはエレキ延命ですね。オッケーオッケーオッケー。ここね、突っ込んでいいと思うんだ。一発。いやー、スケルトン来る、スケルトン来る。ここ、頼む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 、来い、来い、来い。なんで来ない、ガチか。切ってたのかな、もしかして。意味なかった。ドリル攻めして。いやー、それやばい。それガチやばい。このデッキ絶対にやばいのが、2周目のバルーン。終わった。これ絶対やべえよ。2周目バルーン絶対やべえ、これ。もうわかるもん、俺。え、耐えれる？無理か、いっぱい耐えるか。いやー、ガチやばい。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、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 オッケー。オッケー、ゴブリン行け、ゴブリン行け、ゴブリン行け、行け、通んね。ガチ通んね。これきついなぁ。これめっちゃきついなぁ。どうしようかな。バルーン来たら終わるんだよな。えぐいなぁ。どうしようかな、マジで。え、これランボ入るんじゃね？オッケーオッケーオッケー。エレキ、雪山来るかな？オッケーオッケー、これ、これだな。いや、ここに来てまさかのバルーン。いや、いや、ドリルが、ドリルが強すぎる。やばい。やばい、これ動画上げたら怒られそう、俺。お前ドリル使ってんじゃねえよって言われそう。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。まあ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 。俺はこれ出すよ。サムネにするしかも。もう決めてやる。決めてる決めてる、俺はもう。天空と当たりました。まあさすがにサムネにはしないけどね。いやー、いやなんか今の立ち回り良かったのかな？それとも単純にドリルが強すぎるだけなのかな？まあおそらく後者ですよね。はい。わかってます。これなんか削っしょ。ケツペッカ。いや、コウモリとかなんか細かい系多いデッキや、マジきついっすね。マザネク欲しくなる。これマザネクいたら強いんじゃね？これランバーの枠さ、ランバーかダクプリ、いや、なんならペッカでいい。ペッカの枠マザニクでいい説ある。マジ強そう。いやー、ガチ細かい系やめてほしいな。うわ、ガチかー。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。トルネ強いね、やっぱり。何このゴミエレキ。ゴミエレキ登場したけど大丈夫そう？ OK, OK, OK. 相手びっくりしてますね。何このトロネって。エレキか。あれ？いや、これマジマザネクいたらやばいぞ。
まあ、ペッカは安心感あるから、ダクプリでも環境的に言ったらおそらくランバーがいらないのかな。まあランバルって形はもちろん強いけど、さっきみたいにバルーン俺1回しか飛ばしてないと思うんですけど、あれで勝てちゃうからドリルが強すぎるんだよね。やっぱり約2倍入ってくんね。いやーこれさー、ドン、よいしょよいしょ、強え、ペッカが強いのかわかん、もう何これ、なんか強いわ、なんかわかんないけど、俺なんかわかんないけど強いっすねこのデッキ、おもろいわ。え、ドリル強えな、ドリルやべえな、こう守ってカウンターだけで普通に折れる。バルーン単体で見てもやっぱ強いから、バルーンって、いや、ありかもしんない、これ。やばいな。おもろい。まあ、相性いいのばっか来てるって考えたり、考えて、てか、相性いいのばっか来てるってのはあるんですけど、最初の勝ちたかったな。ちょっともう一回行こうか。これおもろいわ。やっぱね、自作デッキはマジおもろいよ。俺の自作じゃないんですけど、その、テンプレと違った楽しみ方が、面白さがありますね。あー、なるほどね。もう一発。オッケーオッケー。これならまあ、トルネやっても意味ないんで、まあ、一発か二発は入っちゃうけど、一発かな。オッケーオッケーオッケー。ああ、こっちドリル飛ばしてもよかったね、今。まあでも。これ雪どうか？コウモリっすね。あの、やった感覚できついなって思うのは。相手攻めからな。ウォールブレーカーか。メガナイトウォールブレーカー、懐かしいな。いやー、コウモリか。コウモリきついって言ったよな、俺。OK, OK, OK, なんか美味しくね？来た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 。バックワード、バックワード。いやー、マスケ持ってんのか。トルネだったな、じゃあここ。攻めトルネでしたね。うわ、やっちまった。マジか、もったいねえ、これは。いや、ガチ延命されんのうざったい。うわー、やらかしたな。え、でも相手これうざいと思いますね。オッケーオッケーオッケー。で、これで、これが通りますね。うわ、回ってる。わ、マジか。回転早いな。ガチか。これなんならカウンターもらうくね？リガー来る。ウォールブレーカー来るかな？いや、回ってないね、さすがに。いや、ちょっと早かったかも。完封してほしい。オッケーオッケーオッケー。オッケー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 。なるほどね。相手のデッキ超懐かしいな。これ俺も好きだったんですよね。もう今全然見なくなっちゃったけど。さあ、これはね、まあ、この辺で守っていくと。オッケーオッケーオッケー。ディガー来るね。いや、待って、下がってくるか。うわ、ガチか。いや、ガチか。下がってくるか。そこはなんか際どかったけどな、今。OK、OK、OK。OK、OK、OK。いや、ここさ、これ EQ って、攻めとるんですね。いや、なんだこのジーマは。なるほど。これドリル防衛できるんで。よいしょ。OK、GG。いいね。よし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 。いやー、なんとなく分かってきた。まあまあまあ、強いっすね。楽しいわ。ぜひ使ってみてほしい。負けるまでいっちゃうか、じゃあ。いや、楽しいっすね。てか、ドリル強え。ドリル強え。このカードやべえわ、やっぱり。やっぱりやべえわ。このカードは強すぎるわ、ちょっと。単体これさ、3コスだっけ ?4 コスだっけ忘れちゃったけど。あー、でも空デッキ来たら積みそうだな。空ちょっと優秀なカードが全然ないですね。
これライトとか来たら俺もうはげるよ。パーンパーンパーンって来たらもう、これかな。OK。これ絶対もう相手きついっすね。陸行けないはずなんで。あ、トルネかな、でもこれで。OK、OK、OK。いやー、そのトルネうまいな。いや、感電しなくないこれでも。OK。これじゃあ超きついっすね、相手。あれ使い慣れてきちゃってる？あ、待って待って。ミストミストミスト。あー、バルーン行きたかったのに。これあるあるね、なんか iPhone 俺慣れてないから上になんかクイってなっちゃうよね。この現象を直したい、俺は。なくしたい。まあ一発入るでしょ。いや、入らんか。ガチか。んー、ダクプリ出して、もう一枚咲かせたいけど捨ててくるかな。いやー、捨ててくる。オッケーオッケーオッケー。でけえ、それ。許容する？いや、トルネ、金キロ狙ってみる。できないよね。だよね。じゃあ、ケツゴリ来るわ。うわ、もったいないことしてるな。マジもったいない。けど、来ない。いや、これ待っていいと思うんだよな。オッケー来た。さあ、今日も安定の救急車。マジ動画とか配信すると絶対来る。これは本当にごめんなさい。申し訳ないっす。いや、ここの防衛よな。ライドラがやっぱりうざいから、このライドラに対して俺はどうしたらいいんでしょうか？やばい！そうか、それ持ってるか。トルネミスった。ちょっと待って、トルネマジでミスった。最悪。いや、やっぱきついな、でも。空系がきついっすね。オッケーオッケーオッケー。その追加美味しい。いや、でもこれペッカ溶ける？もしかして。あ、溶けるね。あ、全然溶けるか。いやー、やっぱライドラうざいね。エレキしかいないっていうのが、しんどいね。いやー、ライドラ反応するか、それ。ガチか、お前反応しちゃダメでしょ。予想外すぎるよ、それは。いや、これ、ライドラ回ってる？あ、メガゴもいいのか、そっか。いや、これマジきつくね？超きつくね、これ。これめちゃめちゃきついっすね。いや、ガチか、これさ、ダメだ。ライドラが何もできない。このデッキ。空が渋すぎる、ちょっと。いやー、終わった。いや、これマジきついわ。これ超きつい。エリババで全部溶かされるっていうのと、ライドラに対して何も当てれないっていう。しんどいっすね。いや、このユニット追加がもうしんどすぎて。全部溶けるのやばいけどな、やっぱり。いやー、ゴレ強え。ゴレマジ強いな。いやー、ガチ、超きついね。めちゃめちゃきついね。めちゃめちゃにきついっすね。鬼ですね、鬼。これでも感電したら終わりだからな、俺。いやー、感電してる、感電してる。やだ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 。ちょ、ライドラから早く処理してほしいんだって。ちょ、何してんの？耐えた、耐えた、耐えた。耐えた、耐えた、耐えた。ワンチャル、ワンチャル、ワンチャル。いけ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 ー！でもないんよなー、これが。いやー、これがマジできついね。もうきつすぎるわ。いやー、厳しいな。いやー、ガチきつい。エリババがペッカとかしてくんのマジで反則。まあまあまあ、ライドラとか、エリゴレとか来てもちょっときついかな。ライドラベビとかの空プラスのトルネに対して強いカードがないんでね。あ、もうちょい前立ち回りすれば勝てるかな。まあでも楽しかったですね、このデッキ。まあぜひぜひ皆さん使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。
で、この投げ方のツイッターリンクだけ概要欄に貼っておきたいなと思いますので、見てみてくださいということで、この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、バイバイ。